人？あ、お前はハイパシア。本当ですわ。なんて嬉しいことでしょう。あの、この人は？オイラたちがアビディアの森にいた時に会った修行中の学者なんだ。あの時は。そうなの。ええ、よく知っているお友達です。ここに来て。ハイパシア喜びすぎだぞ。いや、待てよ。もしかして修行が終わってもうパリプーナライフに入ったの？どうでしょうね。私、意識の中で神に会いましたの。ん？え、本当か？よかったじゃないか。あなたたち、神と意識を交わすことができた。そんなにすごかったのか。そうなんですの？あ、少し。あの時、もし私が真の知恵を手に入れたら、今の私は知恵を手に入れただけではございません。そんなことができるのか？聞いたことはないわ。でも、少し待っていてくださいな。パラハームを少々持ってきますから。またあのお香か？さて、では私の手を握ってくださいませ。え、準備はよろしいかしら？かつて三度も裏切られ、この世は欺瞞に満ちたまやかしに過ぎないと知った。僕の怒りが静まることはない。一度目が神、僕の創造者、僕の母。それは力に左右され、役立たずの僕を捨てた。二度目が人、僕の家族、僕の友人。それは恐怖に縛られ、僕を忌まわしいものとみなした。三度目が同類、僕の機体、まだ羽の生えそろわぬ鳥。それは寿命に支配され、僕との約束を破った。人は信用できず、神は憎しみを与えるから。僕は全て諦め、人の世の一切を否定し嘲笑う。二度と胸の内を世俗に染めはしない。卑劣な人の感情も捨てた。僕の空っぽな部分は、生まれたばかりの真っ白な巻物のような、神聖に満ちた至高なる神の心で満たされる。恐れずとも、痛みはほんの一瞬だ。君たちの時代は今終わる。これは。オイラたちが見たのって、残票の過去なのか？いろんな情報が重なったぞ。でも、ハイパシアの言う神が、残票なんかと何の関係が。ご覧になりましたか？感じましたか？崇高なる神、崇高なる意志、崇高なる感情を。はぁ、残念です。私のこの胸の中で鼓動しているのは、
ただの汚い人間の心。神よ、どうか私に慈悲を。私、気づいているかしら。これはパリプーナライフなんかじゃないわ、おそらく。どうして怒鳴りつけるのですか。どうしてあの方たちは。私は神の知恵を手に入れたのですわ。褒められるべき。ハイポシア、そうあるべきですのに。いえ、お待ちを。まさか私は気が狂ったのですか。待って、辺りがおか